田文化財団もどうしても作りたいって言って、でちょうどあのずっと豊島日曜劇場が単発で、あるいはシリーズ化でそれが連続になるってんで、私は連続を日曜劇場ではやりたくなかった。そしたら局で1年間のドラマを作らないかって言われて、じゃあちょっと考えさせてくださいって言って、それで、あの、で、橋田さんに、こういうことがあるけど、やるって言ったら、やらしてって言ったの。それで、橋田文化財団ができたの。だから、その原稿料の1年間を、今日からこう、払って、やっぱりその、そうか、橋田先生はその文化財団を作ってやっぱそのなんて言うんでしょう、後進を育てるみたいな。だから今でも財団を継続して行ってますでしょ、はいはい、だからあの橋田さんの意思を皆さんがいろいろと面倒見てくださって、うん、あ、じゃあそういう意味ではそのね、こう橋田文化財団で後進をこう育てていくときに、うん、なんかこう橋田先生みたいな脚本家になりたいっていう方がいらっしゃった場合に、こうどういう、こう軸をテーマに書いていこうとすればいいんですか。そうするとこうね、なかなか殺人とかそういうミステリーダメですよね、うん、基本的には殺人とかはダメですね。ね、ダメですよね。やっぱ家族が軸になるお話なんですか。家族ですね。あ、家族の方がサスペンスがある、はい、あ、うん、なるほど。あの嫁衆といろいろとあるでしょ、はい、兄弟、はい、そういうことの方がうんとサスペンスがあるから、それを描いていきたいって。いや先生、僕もちょっとあの自分がこう年齢を重ねてきてびっくりしたんですけど、あの年齢重ねてくると周りが結婚するじゃないですか、うん、結婚して例えば女の子の友達とかでも、うん、お姑さんとうまくいかないとか話してるんですよ、うん、で話聞くと、あれこれどっかで聞いた話だな綿鬼の話そのまんまじゃんっていうことが結構あるんですだやっぱサスペンスは家庭の中にあるっていうのは、うん、まさしくその通りかもしれませんね。そうなんです。だからあの不倫も嫌がるんです。あ、橋田先生が、ええ、あ、絶対不倫が嫌だ。あ、これは家族とあの結婚式のシーンの時ね。あ、そうですね、これは最終話ですね、レギュラーの最終話で。レギュラーの、はあ、いやー、そうか、懐かしいね。ね、でもつい昨日のことのようですけども、うん、10年以上前だっていうのが結構びっくりしますね。ね、ほんと、あれ、これそうですね、収録の合間に撮らせていただいた。本当の結婚式じゃないから私いやいや、もちろんもちろん周りは照明とカメラだらけですね、本当に。いやでもなんか嬉しかったですね。まあね、ただやっぱああいうこうなんていうでしょう、もう女優さんもう俳優さん大先輩方も大集合してのああいう結婚式の収録っていうのは、収録って分かっててもまあ緊張しますね。そうですね、はい、すごい緊張しました、うん、自分の結婚式じゃないのに、みたいみたい、いやもう多分これ以上の緊張はないだろうなぐらい緊張しましたね、うん、ね。いやでも先生、例えば僕がお世話になったあの渡る世間は鬼ばかりのシリーズで言うと、なんかあの印象深いエピソードとかあったら教えていただきたいんですけど、僕が出てるシーンじゃなくてもいいんですけど。いやー、割といろんな問題があったからね、はあ、あの兄弟で、はあ、出たり入ったり出たり入ったり出て、ね、だからそれと私はびっくりしたのは、上野の池の畑行ったの、はあ、はいはい、そうしましたらボートへ乗るシーンがあってありました。で、和樹ボート漕げないのすいませんそれであの、はい、初放送で漕いでごらんって言ったら、はい、
水ばっかり跳ねんのこうやってすいません、そうだからちょっと待ちなよって、はい、私がボートこうやってそうなんです。小さい時に私一人でボートで遊んでたね。なんかここでまさしくこの忍ばずの池で遊ばれてたっていう話を聞きました。上野に生まれたんで、はあ、これは確か渋谷飛鳥ちゃんと一緒にボートでお出かけするっていうところで、はい、でじゃあちょっと収録前にボートの練習しときますかって言われて、でもあボート初めてなんですよねって言って焦げなくて、でバシャバシャ水ばっかり飛ぶような感じでやってたら、はい、なんと私が教えてあげるわよって言って先生が乗り込んでくださって、はい、先生に教えていただいてる写真ですね。で途中まではあんたやってみなさいって言われて僕もやってたんですけど、本当に沈没しそうになっちゃったんですよね。下手すぎて。だから、もう先生やってくださいって言って。もう先生の。乗ってて。ボート乗り終わって、もう岸に上がってきた時はもう先生、ぜいぜいしてましたもんね。ずっと焦がせちゃったから。すいません。いいえいいえ。だから、回す時はこっちグーやってグーッと回せばいいのに、はい。それをまた変な風に逆にするから、はい、くるくる回っちゃう。はい。でも先生僕正直言ってこれ以来またボートを漕いでないのでまた教えてください、うん、はいどうぞどうぞ。いやでもなんか最近こうね上戸さんに言われてもう先生にもっと甘えた方がいいよって言われてもう先生にちょこちょこご飯を連れてっていただいておりまして、はい、ありがとうございます。でもなんかその中でやっぱねいろんなこう先輩の女優さんとかとのエピソードが伺えるのがすごい嬉しいんです。橋田先生とのエピソードもそうですし、こうね原節子さんとのエピソードとかもねなんか素敵なエピソードだなと思って、ね、だからチョコレート食べないの今でも、ね、原さんにあ先生がちょっと体調悪くて寝てる時にそれは女医の診察室って映画で、はあ、女優さんやってらっしゃった時ですよね新東宝で、はあ、それでお願いして、はあ制作に、はあ、原さんのそばにいる看護婦をやらせてくれって、はあ、セリフなくていいから、はあ、それ で, 大スターでずっと言ってて、はあ、そして具合が悪くなっちゃった疲れて自分でやらせてくれって言ったのに疲れて具合が悪くなっちゃって医務室に運ばれて、はあ、医務室に寝てたの、はあ、そしたら誰かが声かけられたんで、ふっと目を開けたら原節子さんがいや素敵なエピソード。それで口開いてって言うから何すんのかなと思ったらちょこっとチョコレートを出た。ちょこっとチョコレートはいありがとうございます。口に入れていただいてそれからチョコレートは食べないのね、うん、最後のチョコレートの味は原節子さんにもらったチョコレートの味。いやすごいですよ。すごい素敵な方だったから。うん、でもなんかその多分石井先生のこう人脈とかあったら原さんがこう引退された後でも多分会えたとは思うんですけど、うん、先生もね会えて会わなかったんですもんね。やっぱりこうあの時の思い出のまんまっていう。まあ、こういうですね素敵なエピソードをこうちょこちょこお伺いする機会を最近すいません設けさせていただいておりまして、今度相葉さんと場所を組ませていただきますので。はい、わかりました。よろしくお願いします、はい、僕一番覚えてますのは第6とか第7シリーズの一番最初に僕設定上では東大生だったじゃないですか、うん、でもあれ東大一回落ちてる設定なんですよ。で東大一回落ちてなんか街をうろうろしてたらなんかちょっと柄の悪いお兄ちゃんたちに肩がぶつかったって言われてなんか殴られるっていうシーンがありまして、でこう殴られるシーンで本当にその事故で殴られちゃったんですよ、うん、格好だけのつもりが。でそしたらやっぱ人に殴られたことがなかったからなんでしょうね。なんかこう顎がガクガクしちゃいまして、うん、で先生にこう先生顎がガクガク言ってるんで病院を紹介してくださいって言って、うん、紹介していただいて、であの時作ってもらったマウスピースをいまだに大切に、はい、しております。
いろんなことあったわね。いや本当に楽しかった。あ、これはあの覚えてらっしゃいます？これなんか渋谷渋谷あすかちゃんと山にデートに行きましょうって言って、うんうん、結構ほらピッケルとか持って本格的な格好してるんですよ。でどうやら山のシーンはもちろんロケはないんですけど、設定上は結構な山に行ったらしくて、うん、僕遭難したシーンですこれ遭難したんですシーンは一回遭難して、だから ねほんと地図を持って多分山の形を、うん、そうね、はあうん、確認してるんですけど、迷惑ですね、勝手にデートで山に行って遭難してますからね、うん、いろんなことあったわね。あ、その渡る世間で初期の頃のえなりさんのシーンご紹介したいなと。やれやれ、ちょっと悪いけど、ここ、ああ腰痛、あ痛い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 、よし、富士山の髪って指入れると。あら、お母さんまだ帰ってないの？ちょっと用があるからって暇くれって言うから。ねえ、一体どこ行ったのよ。俺忙しい最中だったからさ。母ちゃん聞いてないのか？もうあんたが知ってると思ったからさ、私がとやかく言うことないから黙って出してやったんだけど。ねえ、愛は？ちょっと、愛も帰ってないの？まさか、だってもう10時だよ。え？お姉ちゃんは帰ってこないよ。岡倉のお兄ちゃんとこ行くんだって。え？なんで岡倉なんかい？ここにいたら今の塾行けないからだって。お母さん、お姉ちゃんの学校のものに洋服なんか持って、お姉ちゃんの塾へも買いに行って、お姉ちゃんと一緒に岡倉行くみたい。何バカなこと考えてんだ。愛は岡倉に預けるつもりでもいるのかな？だってさ、おばあちゃん、お姉ちゃんのこと私立の中学に行くんだったらこの家出てけって言ったじゃないか。だからさ、懐かしい。あれいくつになったっけ？7歳とかだと思います、うん、パート2なんで懐かしい、うん、かずきの年聞くのは嫌なのそうですね、うん、はい、すいませんいつまでも4歳のつもりありがとうございますこれはあのトップシーンだったんですね。一応あのこの回のトップシーンでえなりかずきから入るっていう、ああ そういう、いや、ありがとうございます。いえいえ、あのそれ橋田先生がお書きになってすごいなんか頑張った回かなというふうに。ああ確かに、ねえーえー、あれ一番最初の絵だったんですね。そう、トップシーンなんで、すげえ、うん、もういきなり最初からこうすごい涙っていうか、もうあのアクセルもう入れてるんで、だから赤木さんも角野さんもすごいなんかこうあのなんかね、やっぱすごい涙出てたら、え、どうしたのって最初そうなっちゃうのに、やっぱそれずっと我慢してあのやるっていうんで、うん、あの結構大変だったんじゃないかっていやそうですね、確かにいやでもこれすごい評判になった。これ多分井下さんだったような気がしますね。そうなんです。これすごく評判になった回だったですね、確かに私立の中学にお姉ちゃんが入るのには、うん、そうですよね、あのおばあちゃんは反対だったんですよね、結構でもこれで1年揉めてましたよね。そうですね、そうですね、うん、私立の中学入るか入らないかでいやでもあのそこの私立の時もちょっとなんて言うんでしょう、お受験ブームというか、うん、中学に入る時にやっぱ受験した方がいいんじゃないかみたいなのがなんか騒がれ始めた時期で、ね、はい、だからなんかこうその時その時の例えばインターネットが流行り始めた時も、うん、そういうことは橋田さんがきちんと取り入れてんですよ、うん、やっぱ好きなんですね、新しいことが。そうな、あでなんかすごくリサーチされてみたいなイメージはあるんですけど、うん、そういうののこういう本書いた方がいいんじゃないっていうそのテーマは先生が出してたりしないんですか？あのご当人から言われるのと、私がこういうことはどうなのっていう時と、うん、両方ですね。あ、そうです。多分インターネットは橋田先生ですもんね、うん、他になんかこう先生からちょっとこんなテーマどうなのって言って
こう大きなテーマになってるやつとかないんですか。だからやっぱり家族の中の問題をもうちょっときちっと書いた方がいいって。ああ、へえ。だから普通にあの暮らしてるようでそれぞれみんないろんなことを思ってる、うん、それをどこで吐き出すのか、うん、そこのシーンはちょっと見てみたいって言ったこと。ああ、その例えばお隣にもいろんな家族が住んでましたけど、久子さん家族が住んでた時もあるし、うん、邦子さん家族が住んでた時もあるしっていう、その時にお互いのストレスをぶつける場所、うん、ああ、いや確かに僕ちょっといつも思ってたんですよね、なんでこの久子さんたちとか一応家庭が違うわけじゃないですか、うん、なんでいつも小島家のリビングに来て文句言ってんのかなっていうのはちょっと思ってたんですけど自分とこで言えないからそういうことなんですね、うん、そしてそれは石井先生のリクエストをもとに書かれてたシーンってことですね、いや、やっぱりあの他の家庭でもこういうことがあるっていう、ああ、でもこういざこざがあって最後はこうシリーズの最後の方はなんか仲良くなる瞬間が一瞬ある、うん、必ず、はい、あるじゃないですか、うん、あれもやっぱこう先生もそういう風にした方がいいんじゃないとか言ってらっしゃったんですね、はい、ああ揉めてはいたけど最後あやっぱりね、あ懐かしい、本当だ後ろ酒井さんですね、うん、酒井監督、ああこれは第2第3これ、いやでもあでももうお店がね変わってるんで、そうですね、あの後ろにあの紹興酒があるっていうのがねちょっと高級感がいやそうなんですよ、高楽は意外と中華料理店の中では高級路線ですからね、高級路線ね、後半ね高級路線ある時から、ね、ある時から急に、うん、やっぱあのほら第2シリーズからあのセットがあの建て替えになって、はい、綺麗な中華料理店になってから、うん、値段もちょっと高めになってたんです、はい、あの僕あのセット のディスプレイもちゃんと見てたので、うん、当時からもうあの天津飯とか1000円超えだったんですよ。あ、そうでしたっけ、はあ、当時から、うん、90年代から、うん、から結構高いですよね、高いですね、だからやっぱ紹興酒もあるんですよ、紹興酒も2種類3種類ぐらいあるんじゃないですか、あるんです、あの壺のやつとか、ね、さすが、いや、その映ってるし、あ、そう、壺のやつとかすごい高くありました、ちょっと値段忘れちゃいましたけど、いやだ、なんかこうね、美術さんもすごい細かいところまでこだわってくださってて、それはあのマルチでこう収録してるからこそのセット全部見えちゃうぞっていう、ね、だからこそのこだわりそうです、ね、っていうのもあると思いますけどね、ノレイショーツでもうるさかったもん、みんな、ああ、うん、そうです、え、例えばどういうことですか、ノレンで、いや、ここにかけるノレンでも、はい、短くすんのか長くすんのか、ああ、いちいちこうやるの、はい、じゃなくてスッと出てくれんのか、あ、いや、長くしといた方があんまりこの人よ会いたくないなっていう時はちょっとしちゃういろんな思いが、ね、のれんで随分違う、確かに、でもこうカメラさんとかこう監督からしたら、いや、なるべく絵は抜きたいとこからね、うん、抜ける方がいいよとかあるでしょうし、まああるでしょうし、まあ、そこがすごく難しい番組だったですよねそうですよね、でもやっぱこう先生と本当に橋田先生がもう二人三脚で作り上げたドラマってことですよね、いや、私は大したことないです、やっぱり橋田さんのエネルギーすごい、あ、いや、石井先生のエネルギーもすごいと思いますが、でもやっぱ引っ張ってってもらったなっていう印象もありますか、はい、お互いにね、あ、引っ張ったり引っ張られたりやってました、うん、橋田先生に一番引っ張ってもらったなっていうのはどういう部分ですか、うん、やっぱりあの一番初めにあの1年のドラマをやろうって言った時に即私やるわって言った、まさかやってくれるとは思わなかった、あ、じゃあ先生もちょっとどうしようかなって思ってたとこあるんですか、思ってたの、あ、そうなんです、うん、散々
ずっとやってきてから、やっぱ1年で連続ドラマを作る大変さをものすごいご存知だからってことですよね、はい、やっぱ1年通してドラマ作るって大変ですよね。大変です。で日曜劇場は単発でずっとでしょ、はい、だからいろんなものができるんだけど、うん、それは大変でした、うん、作家とのとこ行って、うん、この原作がいいんですけどいただけないか、それを OK もらうもんで何回も行かなきゃいけない、うん、だから山本慎吾先生ってなかなか難しい人で、はい、それで4回目ですよ、あのマカドって横須賀のとこ、はい、仕事場行って入れって言われた。あ、その原作の許可を取るために、うん、あ、それでなんか仕事場で座ってたら、うちは酒と水っけないけどどっちがいい、じゃあお水いただきますって言ったら、そこに水道があるから汲んで飲めって出してくれるわけじゃないんですねそれが先生との会話の始め、それからずっとなんとなく先生とのお付き合いを、うん、慎吾の先生のものをやらせていただく。あ、でもやっぱそれぐらいの思いを持って原作権を取ったりとかして作っていくものだから、うん、1年のドラマなんてもうちょっと大変だと、変とんでもないと、あ、思っていたけど先生に、橋田先生に引っ張ってもらったと、うん、あ、じゃあ、いやでもやっぱりお二人で、橋田先生もそうじゃないと、あのもうリハーサルやっててもいいからちょっと来てとか言って言わないですよ。もうできたらすぐ来いって、わかりますからね逆にこう石井先生が引っ張ってあげたというか、橋田先生を引っ張ってあげた瞬間はあるんですか。ありますよね。いや、わかんない、それはお互いだから。お互い、うん、これちょっと聞いていいですか。これ何の写真ですか、はい、これはあの石井先生演出の渡る世間の、舞台です。舞台、当時舞台、今のシアタークリエ、当時芸術座って言ったんですけどね、うん、あの芸術座でやった舞台の綿鬼のシーンですね。でお姉ちゃんと一緒に、こう、そうするとこれもそうですか。はい、これもそうです。そうね、これはお姉ちゃんと一緒に行ったあの文子さんのマンションの設定の舞台のセットですね。え、文子のマンション？文子のマンションに、うん、多分、あ、そうなんだ、これ楽屋じゃなくて。あ、楽屋じゃないです。あ、そうなんだ、楽屋じゃなくて、あの、そう、あのカゴがあるから楽屋っぽいんですけど、これはセットなんですよ。で、楽屋から荷物持って移動しなきゃいけないですね、自分たちで舞台なんで。で、文子の、多分これは舞台オリジナルのストーリーで、実際ドラマ上は行ったことないんですけど、文子のマンションって、まあ、そうですね、はい、舞台オリジナルのストーリーで文子のマンションに遊びに行きましたっていうとこのシーンですね。なるほど。で、スタンバイ中です、ね、舞台といえばですね、もう一つ写真があって、はい、これ、うん、おしん、おしん、いや、おしんをやらせてもらったんですよ、小学校4年生の時と6年生の時にね。はい、で、これはポスター撮りの時ですかね、石井先生びっくりしたいや、すいません、もう女の子に見えたもんよかった、うん、これ大和田漠さんとですね、ね、はあ、これあれですか、あの脱走兵の、そうです、脱走兵の役を大和田漠さんがやってくださってて、うん、で、僕小学校4年生の時と6年生の時やってるんですけど、6年生の時に大和田漠さんが僕を担ぐシーンがあったんですよ。それは辛そうでしたね、なんか、うん、いつもテーピング巻いて、ね、申し訳なかったですけれども、もう大きくなっちゃったからね、大きくなっちゃってたんででもね、今はあのもう宝塚だけの劇場になっちゃいましたけど、ね、当時は東京宝塚劇場を小屋貸ししてたんですよ ね、 そうね、すごい。
今してないですよね、あそこ。もう専用劇場ですよね、確か、うん、いやーすごい、あのこれも大変大変な勉強をさせていただきまして、本当にありがとうございます。あと写真もう一つ、はい、これ何の時の写真ですか。なんかのパーティーかな。パーティー、これでも場所的にどっかのホテル。あ、これ違います。なんかこの感じは打ち上げです。打ち上げ、渡る世間、はあ、小林綾子さんもいたり、あ、左の方にあれ多分照明さんじゃないかな、はい、打ち上げで橋田先生いらっしゃって、でここ石井先生の席なんですよ本当は。でもあのご挨拶行ったら、あ、じゃあちょっとみんなで写真撮りましょうって言って言ってくださって、で写真撮らせていただいたという。はい、あの後ろに彩子ちゃんがいるんで、ね、そうです、そうなんです。あとこれは、うん、これは、うん、これだと太田徹さんがいますもんね。これは橋田先生のお誕生日のパーティーで、で橋田先生をあのいい友に連れてったあの新井さんが、あ、そうかそうか、あ、そうか、太田さんの隣が新井さん、はい、あ、はいはいはい、あの橋田先生の隣にいらっしゃるのは新井さん、あ、新井さんですね、はい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 、右隣が、はいはい、で橋田先生の真後ろが太田さんですね、はいはいはい、っていうところで撮らせていただいた感じですね。なるほどなるほど。だそうなんです、こういうパーティーの時になかなか橋田先生にお会いするんですけど、やっぱ我は私なんかだと我はなかなか喋れない、はい、お話できずにご挨拶だけみたいな感じだったのが、そのロケの時にいっぱいお話しさせていただいて、その時に僕受験が終わったばっかりだったんですよ、うん、で受験勉強で一応大学合格はしたんですけど、まあなかなかやっぱ難しかったですねみたいなお話をさせていただいたら、その自分が受験勉強でこう苦労したお話を聞いて、あれ日本女子大行った後に早稲田なんですよね。本当は東大行きたかったの。あ、そうなんですね。あ、そのお話は、あ、そうですか。ダメだったの。あ、じゃあそれをあれですかね、綿鬼のストーリーでこう僕に投影してくださったんですかね。ありがたい。でもなんかその時に、いやあんた偉いわよっつって、ちゃんと自分で勉強していったんでしょみたいなっていうので褒めてはいただきました。あの推薦でもいけんのにあんた勉強したのは偉いわと、うん、ただもうちょっと勉強してもよかったわねみたいな。すいませんっていう。でも早稲田の勉強の時に、うん、なんだっけ、もう国語はめちゃくちゃもともと点数取れたんですって、何にもしないで、うん、でもやっぱりもう英語とかが大変でみたいなお話をしていただきました。そう、ね、そう、何にもしないでも国語点数取れたっていうのはさすがだなと思って、うん、入学されてますしね、うん、そうやっぱり私は勉強だけだったから。私には言わないの一切。でもあれですよ先生、いやびっくりしましたよ、そのほらおしんの時の舞台で、うん、あ弟よ君を泣くって、あの周作あんちゃん、大和田漠さん演じる周作あんちゃんが大好きだったしっていうので、与謝野晶子の詩をこう読ませてもらうっていうシーンがあって、うん、で僕なんとなく与謝野晶子先生って、うん、まあその時暗記したからなのか分かんないですけど、うん、親しみがあってそんな話をしてたら、あら与謝野晶子さんは私の高校の先生よって言われて、そう、みたいな、与謝野晶子先生に国語を習ってたんですもんね。それはちょっとびっくりしました、はい、どんな方だったんですか与謝野晶子先生。素敵でしたよ。あ、うん、先生が高校生の時にはでももう結構な大人ですよね。あんまり無駄口がない人。あの与謝野鉄幹さんの前で、はい、奥様ですもんね、うん、でも一応普通の国語の授業されるんですか。ちょっと特別、あ、ちょっと違う、どんな内容だったんですか、どんな授業。うーん、
ちょっと皆さんの国語の受け取り方とちょっと違う。私もあんまり覚えてないんですけど、ね、そうか、すいません。なんかじゃあ感性を大事にしてるとか、うん、そういうことだったんですかね。いやでもなんかそのそういういろんなエピソードとかも橋田先生からも教えていただき、うん、石井先生からも教えていただき、いえいえ、あの本当にこれからもいろいろ教えていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。こちらこそよろしく。今日はすいません、長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってね。あ、はい、はい、頑張ります。あの食事会組ませてください、はい、また行きましょう、はいはい、よろしくお願いします。それではこれで終わりたいと思います。今日のゲストはえなりかずきさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。